陸上、日本選手権、26日、ヤンマースタジアム長い、男子100メートルで6位に終わり、同種目での五輪代表入りを逃した前日本記録保持者のサニブラウン・ハキーム、22イコールタンブルウィード TC イコールが、参加標準記録を突破している200メートルでの欠場が大会主催者を通じて発表された。左太もも違和感のため サニブラウンは 200m は日本選手権の結果で代表枠3人が埋まらない場合は世界ランキングなどによる代表入りの可能性が残るまたリレーでも代表入りの可能性があるサニブラウンは2年ぶりの日本でのレースとなった 100M では実戦不足から本来の爆発力を欠き決勝で6位 100m での代表入りを逃していた決勝で自分のできることは最大限にやった結果 反省してこれからに活かせたら競技者として成長できると話していた。